通りは名詞です。予定や指示と同じことをするという意味です。動詞は以前勉強した通るです。具体的な文型はこちらです。動詞の多通りに名詞の通りに 動詞は必ず多形を使い名詞に助詞のを加え通りにをつけます。私が書いた通りに書いてください。このセンテンスは私と同じ書き方で 同じものを書くという意味を表します。通りにの前は、他形の書いたです。また、名詞と通りをつなぐ場合では、もう一つの言い方があります。名詞通りに ここの通りのとを濁音に変化して通りになります。名詞の通りイコール名詞通りです。例えば、予定の通り9時に集合します。 予定通り9時に集合しますこの2つのセンテンスは同じ意味ですでは他の例も見てみましょう 1. 昨日のサッカーの試合は思った通りに山田さんのチームが勝った 2「先生が言った通りに勉強しました」3「約束の通りに9時に駅に来ました」 3番は、名詞プラス通りの使い方です。約束の通りは、しっかり約束に従っているという意味です。ここの約束の通りは、先ほど説明した約束通りと言っても良いです。 通りは名詞なので、「このとおり」「そのとおり」「あのとおり」として使えます。例えば「このとおりにやってください」